松草坂は、騎士植物のアウストロバイルや木に属する、トガの一つである。直立、または、ツル性の木本であり、精油を含む。花は良性、または、単性、螺旋状に配置した、多数の可比変とおしべを持つ。めしべは、理性し、果実は集合性の袋化、または、液化となる。北米南東部と東アジアから南アジアに隔離分布している。 山族、約八十種が知られる。四季味族を別化に分けることが多かったが、2020年現在では、普通、松草坂としてまとめられている。常緑性、または落葉性の目本であり、直立また発る性。材は、参考材、同感は、階段線香、盲状線香、または単線香を持ち、チロースが存在する。 髄は筋質だが中央部の細胞の細胞壁は薄い。主管の色素体は S タイプ。節は一葉ひま一三葉跡性。葉は誤性し、しばしば枝先にまとまってつく。単葉、葉炎は前縁、または虚子があり、葉平を持ち、卓葉を書く。葉には普通線点がある。葉脈は浮上。気候は不規則型、または平行型。 植物体は、精油細胞や粘液細胞、正常鉱壁業細胞を持つ。4カントリテルペンを持つ。フラボノールを有し、フラボンを書く。1A、エリシウムモジス1ビット。サネカズラは、ツルセイワンシーシキミの葉とかが花は普通溶液に、炭性する。両性下、あるいは炭性下で、雌由同種、異種、または雑性。花くは、花後に肥大。 または伸長することがある。花は、放射層症、可比変は、多数、学変、花弁の区別がなく、理性し、螺旋状につく。おしべは4、8、十0個、普通理性だが時に合成、花糸は、養生ではないが短く、螺旋状につき、急進的に成熟する。小胞子形成は同時型、タペート組織は、分泌型。花粉は2細胞性、3、 または六甲粒である点で新生草子葉類の花粉に似ているが、溝の位置が異なり、相当なものではない。心側は五個多数、理性しており、螺性、または臨性する。脂肪上位、一心側に一五個の胚種がつく。果実は、袋化、または液化であり、集合化となる。種子は多量の脂質の胚乳を含み、肺は小さい。内胚乳形成は作り壁型。 にあるしきみの花にビット、スカキサンドラルーブリフローラのオガナにししきみの果実に、D 朝鮮ゴミシの果実少なくとも一部の花は発熱性である。主な倉庫ナ社ゃは玉バエ類であり、特定の玉バエ類のメスが放火、花に散乱、幼虫は花の分泌物を食料としていることが報告されている。その他にカブトムシによる倉庫ナもあり、また騙し倉庫ナを行っている。 可能性もある。アジア東部と北米に隔離分布する。新世界では、アメリカ合衆国南東部と、メキシコ東部、西インド諸島、旧世界では、セイロン島及び、ネパールから東南アジア、日本を含む東、アジアまでの熱帯から温帯域に分布している。松草科の植物は、生意を多く含み、しばしばこれが利用される。トウシキミの果実は 大有一鏡、スターアニスと呼ばれて、香辛料や生薬として広く利用され、大規模に栽培もされている。また朝鮮ゴミシや松サも果実が、飲料や生薬とされたり、鶴や葉が翼灯料とされることがある。四季族は有毒のセスキテルペンを含むものが多く、食中毒が発生することもある。一方、 日本に分布するしきみは仏寺に広く用いられ、仏前や母前の強化とされたり、末光や先光の原料とされる。スリ A 乾燥される透しきみの果実3ビット、市場で売られる八角 3C 市場で売られる、朝鮮ゴミ市の果実 3D ゴミ市、茶2020年現在、松草坂には山族が知られている。これらの族は、花の形態の類似性から、古くは、 木蓮花に分類されていた。やがて四季み族が四季み家に、サネカズラ族と松サ族が松サ花に分類されるようになった。この2花は、鶴性か田舎、花は両性か炭性か、果実は袋花か,か液花か,か、などの点で異なる。ただし両花は多くの形質を共有しており、近縁であることは認識されていた。 方栄アメリカ式実の花4ビット、エリシウムアンガスティセパラムの果実4小さネカズラの果実 4D、スカキサンドラグランディフローラのオーバナ 4E 挑戦ゴミシの果実シニエングラー体系では、式実カとマツブサカは木蓮目に分類されていた。またその後のクロンキスト体系では、この両花は独自の式実目に分類されていた。やがて分子系統学的研究が行われるように、 なると、シキミカとマツブサカの禁煙性が確認されるとともに、これが、皮脂植物の初期分岐群の一つであることが明らかとなった。シキミカとマツブサカは、トリメニアカやアウストロバイレアカに禁煙であり、2020年現在では、これらを合わせてアウストロバイレア目に分類されている。原生皮脂植物の中では、最初にアンボレラ目が、次に、スイレン目が分岐し、 三番目にアウストロバイレアメが分岐したと考えられている。また、シキミカとマツブサカは、それぞれ単系統群であることが示されており、両家を別に扱うことも可能であるが、両家を合わせてマツブサカとすることが提唱され、2020年現在では、普通そのように扱われている。デフォルト層とツブサ族には3族、約80種が知られる。この三族の中では、 四鬼族が最初に分岐し、サネカズラ族と松草族が単系統群を構成する。ただし、分子系統解析からは、サネカズラ族が側系統群であることが示唆されている。ありがとうございます。